どうも皆さんこんにちは。こんにちは。今回ですね、なんと、はい、この2人に来ていただいてます。イエーイ。まあですね、なんでこの皆さん見慣れた風景だと思うんですけれども、はい、アップバンクさんの事務所でございます、はい。なぜですねアップバンクさんの事務所に来ているかというとですね、まあ、ゲーム祭りにドズルさんとジョーさんが参加 してですね、僕はちょっと時間の都合上ですね参加することができなかったんですけれども、アップバンクさんに遊びに来させていただけるということで今3人で動画撮っております。はい、スペシャルコラボ。スペシャルコラボということで、このね動画の撮影の前にね、はい、何本か撮ってですけど盛り上がりすぎてやばい。そうですね、楽しすぎる。もう結構撮ってますね。そうですね。はい、この動画はキヨキヨさんのチャンネルで上がるんですよ。そうですね。はい、ということで。ということで今回、はい、なんとシャッフルアタックというんですか、スペシャル企画。スペシャル企画。お、そのスペシャル企画の内容をキヨキヨさんお願いしていいですか。はい、私の端末を、はい、ドズルさんが使い、ドズルさんが攻めます。おお。そして、はい、その使うユニットはですね、はい、ジョーさんが考えたユニットで攻めることになります。今からまだ見てないんですけれども、そうなんですよ、見てない。今からジョーさんが考えた編成で、私がキヨキヨさんの端末で攻めると。そうなんですよ。ものすごいことになってるんですけれども、ぐちゃぐちゃって、そういった企画になってるんですよね。はい、そういうことでございます。で、この動画が前編で、はい、ドズルさんのチャンネルにですね、はいはい、私がドズルさんの端末を使った、はい、攻めの動画もありますので、逆ですね、逆ですね、はい、前編後編でよろしくお願いします、はい、動画概要欄ですね、リンクにあるんで、はい、リンクあります、見てください。はい、じゃあジョーさん、はい、そのこの編成まで僕たち見てないです、見てないです、まだ見せていないのプラス、はい、まあやっぱり援軍必要じゃないですか。援軍必要欲しいです。ただ、はい、援軍申請直前の画面で渡すんで、はい、どのユニット編成になったかもう想像しちゃって、それ編成を見ないでってことですか。はい、編成を見ないで、それめっちゃ無理じゃないですか。予想してください。はいはい、もう大丈夫、陸か空だ。もう陸か空で決まってるんですか。いや難しい、どっちも陸かもしれないし、はいはいはい、どっちも空かもしれないですよ。それでも空ユニットなのに、あ、どっちがいいんだろう、難しい。陸なのになんかラバ入ってきてるよね。確かに確かに、陸なのにラバ一体いっても意味ない。まあ、だからこそ無難なのにするかっていうのも、はいはい、あー難しい、それは難しい。まあ、ただ聞いてください、はい、僕今回いろいろ作ったんですが、ユニット編成を、はいはいはい、一応星は狙える編成に。あー、よかったよかった、よかった。ボールブレーカー200とかじゃないと。ただ僕の中でかなりうまくいった時に星が取れるんじゃないかなっていう。難易度高めですか。もしかしたらなーって。ジョーさんが難易度高めって結構高いかもしれないですよ。そうですよね。いや割と、はい、面白い感じにしたいかなってちょっと思ったんで。なるほどなるほど。僕が一回も試したことない編成にしたんですけど。実験台ということなんですね。わ、はい、かりました。じゃあ早速、はい、では援軍申請からいきましょう。ではこのキヨキヨ端末で、キヨキヨ端末、はい、どうぞ。OK です。いやー、僕今ゴレセットなんですけどね。ゴレセットが無難ですよね。でもそうですよね、どうなんだろう、難しいな。でもちょっとジョーさんが試したことない編成ってことなん で、ね、ちょっと予想してもいいですか。はいはい、これビシッと当ててもいいですか。はい、僕ジョーさん、はい、ウィザードゼロだと思うんですよ。意地悪ウィザードゼロ。それ成立するんですか。それ意地悪でゴーレムしかないみたいな。あ、はい、なんでなあえてウィザードを申請します。なるほど、これで今埋まらないですかね、ちょっと。まあイベントクランですね。あ、なるほどなるほど。ウィザードお願いしますと書いてみていいですか。あ、お願いします。あ、キヨキヨさんがよく使うこれを。あ、この顔文字いっぱい使って。OK。これで今申請をしました。ね、これが埋まり次第、私がキヨキヨさんの端末でマルチで攻めていくと。そうですね。言った形になるんです。楽しみですね。これ編成はもうチェックしていいですか。もう、はい、まあもういいですね。もう変えられましょう。援軍は変えられないですよね。援軍もう申請しちゃったんで、はい、じゃあここで、ジョーさんが作ってくれたユニットの編成を見てみたいと思います。ポチッ。デデン。あー、うわー、バルキリーレベル2。マジでバルキリーレベル2ってキヨキヨさん。あー、どうぞ。キヨキヨさん。バルキリーレベル2ってこれすごいですよ。僕はユニットのレベルを見ずに、はい、作ったので。なるほど。というのは驚きました。驚きましたよね。はい、ヘイストヘイストヘイスト。え、ちょっと。ちょっと待ってちょっと待って。これバルキリー22体とヒーラーとヘイスト11個。いや、これがただでさえバルキリー早いのに、このバルキリーをどう使っていくかですよね。要はあれですね、コンセプトとしては駆け抜けろと。なるほどなるほど。もうやられる前に、あ、やられる前にやれと。なるほど。あ、難しいなこれは。移動速度はやる、はい、だから壊せ。なるほどなるほど、わかりました。じゃあこれをうまく使って攻めていきたいと思うんですけれども、
ちょっとウィザードが、ウィザードください。ないのちょっと本当にイベントクランで今人数少ないんですよ、ね、そうなんですよ、紅白戦で負けてるんですよ。これはもうあれですかね、なしでなしで攻めろっていうただウィザードがないと、はい、外の削りとか裁量カット、裁量カットマルキリーみたいな。でも実際にクランの城にウィザードがめっちゃ入っててもサイドカットできないですから、ね、確かにこれかなり難しいですよ。でもこれだと正解はゴレだったんでしょうね、はいはい、あー失敗した、確かに深読みしすぎました、ね、いやでもラッシュっていうのは合ってましたね。あーでそうですね、やっぱりバルキリーラッシュということで、あと13秒じゃないですか、もう13秒バルキリーのレベル2ってかなり弱いじゃん。弱いですよね、本当すいません。ちょっと狂気のさん、キヨズキッチンでポチポチしてくださいよぜひ。なるほど、狂気の沙汰で、狂気の沙汰バルキリーマックスにしてみた全然需要がないですけど、ちょっとじゃあもう行きましょうかね。行きます、ちょっとイベントクランで仕方ないですね。すいません、じゃあ行ってみたいと思います、はい、まあもうバルキリーがいてヘイストがたくさんあればですね、全然駆け抜けれると思います。やっぱりでも、はい、今回、はいはい、編成は作らせてもらったので、はい、村はもうご自分に選んでもいいかなと思ったんですが、いやでも決めても、はい、思ったんですが、はい、ご自分のプライドが許す範囲の、いやそれ難しい難しい。あ、じゃあ決めました、はい、トロフィーが30以上でタウンホール10の村が出たらそこ行きましょう。なるほど、いいですね。もう今29なんですけれども、30以上のトロが出たらもう絶対そこ行きます、はい、なるほど。これは9、はい、20ですね。おお来ました、30以上10が来た。うわー、しかも強い、しかもインフェルノ様がマルチ、見て見て見て、アーチャークイーンが、アーチャークイーンが工事中、これはワンチャンありますよ。いやただ対空砲のレベルがかなり高いんで、アーチャークイーンを食い火で回していく、いやちょっとヒーラーの使い方が難しい。なるほど、うわすごい、いやこれちょっとやめてやめてやめて、しかも壁が絶対開かないじゃないですかですよね、殴らせるちょっとジョーさん、どういうことですか。ウォールブレイカー、はい、ジュッタいますよ。あ、ウォールブレイカーいるんだ、いますね。オッケーオッケーオッケー、僕は優しいですよ、そこら辺いきます、いきますいきます。これ難しいな、これ星に狙いですよね、もちろん。いきます、ね、頑張ります。ちょっと待って、ちょっと待って、バルキリー4だったらいけたかもしれないですね。いきますいきます。いやー、レベルが低い。あー、レベルが低い。おしに。しかし、とても高いですね。何やかんや。いきます、いきます、いきます。あべ、穴開いて。おぉ、いや、さすがうまい。バレットの使い方は本当にうまいですね。ヘイスト11個ありますからね。やばい、やばい。むしろヘイスト、決め打ちで落とした方がなんか。ダダダダダって言った方が気持ちいいかもしれないですね。なんか、ウォールブレーカーのその壁の感じがないですね。はい、あ、しかも溶けていく、やばい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 、バルキリーがバルキリーすごい速度で、すごい速度でやられてしまう。これちょっとやばいですね、やばいですね、やばいですね。ヘイスト頑張ってますけど、ヘイスト全然余る。ちょっとちょっとちょっとこれやばいわ、これはどうだ。いやちょっとヘイストで道をどんどん作っていってるんですけど、なるほどもう、あー、いやーこれはー惜しい、 37% 惜しい、ゼロですね、ごめんなさい。いやでもバルキリー4だったらまだ違う、そうですね。いやでも思ったよりもあのヒーラーの使い方が難しかったです。うん、確かに、あのインフェルノタワーでターゲット取られた時に、はい、ヒーラーが回復してももちろん意味ないんで、うん、確かにもっと使い方あったかなっていうのが個人的なちょっと反省点ですね。なるほど。いや悔しい。イメージしますか、イメージ。いや、まあでも次キヨキヨさんが、はい、星ゼロの 36% 以下だったら私の勝ちですから。そうですね。はい、38% 取っちゃえば、はい、もう勝ちですから。ですよ。でも僕はタウンホールしっかりと星に狙うんで。わかりました。じゃあ次キヨキヨさんが攻めるのは、私のチャンネルで上がると、はい、いうことで、今回はこれにて、ね、おしまいという形で、締めさせていただきたいと思います。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ、さよなら。じゃんじゃん、チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。